いいか、みんな。ここまでの戦いで世界の壁がいかに厚いものか肌で分かったことだろう。そこでだ、この試合は新たな布陣を試すこととする。まず松山。はい。この前のドイツ戦、君がディフェンダーに回ってからディフェンスライン全体の動きが良くなり、チーム全体の守備力が向上した。だから今日の試合はスタートからディフェンダーに入り、ディフェンスの指揮をしてもらう。はい。そして空いたミッドフィルダーの位置には三崎、君にスタメンとして出場してもらう。え？確かに君はチームに合流して間もない。しかし実力に疑いはない。それはこの間の練習を見てわかった。それに翼のサポートをして一緒に中盤でゲームを作る上で君以上の適任はいないと私は考える。 はい、頑張ります。大丈夫、美咲くんならできるよ。うん、翼くん、一緒に頑張るよ。そして最後に、この試合君もスタメンで使う。そのふてぶてしさがあれば初スタメンでも臆することはなさそうだな。思いっきりやってこい。今日の相手ウルグアイは南米のチームらしい豊かなスピードとテクニックを併せ持ったチームだ。しかしそれにかき回されてしまうようでは大会本番を勝ち抜くことはできない。相手のペースに乗せられず自分たちのリズムをしっかり作って戦うんだ。いいな。はい。俺の憧れ、南米の国との初めての対戦。俺の南米スタイルのプレイは彼らに通用するだろうか。もし通用すればブラジルでもきっと。今日はスタメンか。なんだか俺の方が緊張してきたぜ。いいか、うまくやろうとしなくていい。練習の通り自分のプレイをするんだ。フォローは俺たちがする。だからお前はみんなを信じて思い切り行くんだ。いいな。今日の相手はドイツどころかアメリカにも負けたようなどうってことねえやつらだ。まあ怪我にだけは気をつけて、取れるだけ点を取って大会本番に勢いをつけるぞ。よし、みんな今日も行くぞ。日本にサッカーってものを教えてやろうぜ。おう。さあ、全日本のプレマッチも残すところあと一戦。全日本はここまでの2戦、アメリカ、ドイツ相手にいいところなく連敗してしまいました。世界の壁にぶつかる中、迎える第3戦の相手はワールドカップ優勝経験国ウルグアイ。南米でも屈指の強豪を相手に全日本は新たな布陣で立ち向かいます。なんとこの試合から翼くんが小学生時代にコンビを組んでいた三崎太郎くんがチームに合流。再びコンビを組んだ2人のプレーを起爆剤として本戦に向けて弾みをつけたいところ。一方のウルグアイもこの試合を勝って気持ちよく本戦を迎えたいところでしょう。さあ、プレマッチ第3戦、いよいよキックオフです。今日はよろしく、いい試合にしよう。いい試合になるかどうかはそっち次第だぜ。お前らみたいなのが俺たちのスピードについてこられるかな。せいぜいボールは見失わないようにしろよ。クソ、やっぱり俺たちのことを舐め切ってる。翼くん、悔しい気持ちはわかるけどそう力まないで。美咲くん、練習通りにやれば僕たちのサッカーはきっと通用するよ。うん、そうだね、ありがとう。やっぱり
美咲くんがいると心強いよ。それは僕も一緒さ。さあ翼くん行こう。ああ、日本の実力を見せてやろう。まもなくキックオフです。数年ぶりの美咲くんとのプレー、久々のこの緊張感。横を振り抜けた。行くよ美咲くん。勇ましい翼くん、嵐のようなドリブル。これがマジかよ。ここから一気に攻め込みたいところ。全身のシルクを。ここだベガくん、ここに飛んだ。キーパー反応するも勝利はいただく。ここは抜かせません。それパスを出します。マサオくん、パスを回す。敵陣へ攻め込みます。ミサキくん、素早く横にかわす。ツインシュートだ。翼くん、これはゴールデンコンビが見せる。はぁ、ツインシュートだ。これはキャッチできない。ゾメロくん、ここはクリアだ。マサオくん、パスを回す。翼くん、ここからチャンスを作れるか。シュートまで持ち込めるか。ペレス君、ボールを奪うことができません。一発のシュートでゴールを狙う。ここベガ君、このシュートに反応している。勝利はいただく。ペレス君、ここは抜かせません。もらった。そら、これでかわした。次々にかわしていく。はっ、それこれだ。横をすり抜けた。どれだ。ここは抜かせません。ゴール前に持ち込んだ。それクロスに合わせていく。ここだ。このボールを決めて、ゴール隅に突き刺さった。見たか。さあ翼くん、ここは抜かせません。くらえ。フィールド、これがタイガーショットだ。横跳びで鋭く反応。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。早くも前半の半分が経過しましたが。見たか、これがわしのパワーよ。アマチュアのようなドリブル。全日本、それここは全力のプレーで勝利をつかみ取るのか。翼くん、必殺のシュートを放った。これは反応しているぞ。ベガくん、ボールはまだ生きている。激しいタックル。このクロスは通るか。ヒューガくん、クロスに合わせに行く。ベガくん、これはキャッチできない。ヒューガくん、ここはパスを出した。チャンスが決まった。それツインシュートだ。翼くん、これはゴールデンコンビが見せる。もらったぜ。ツインシュートだ。これはブロック失敗だ。なんとか防いだ。チャージが決まった。
ぶつかっていった。ツインシュート、翼くん、これはゴールデンコンビが見せる、ツインシュートだ。キーパー止められない。やった、翼くん、翼くん、鮮やかにゴールを、ここは抜かせません。見たか、レイントだ。ヒューガくらえ、ここからチャンスを作る。これがタイガーショットだ。ヒューガで鋭く反応、これは見事にキャッチ。スローインを得ました。パスを回す。キーパー君、激しいタックル。よし。全日本、ここで作戦を変えてきました。もらったフェイント。カゾ。みんないいぞ。攻撃にも守備にもリズムが出てきた。ウルグアイのスピードにも負けていない。後半もこの調子で行くんだ。はい。やったね、美咲くん。俺たちのコンビプレイは世界にも通用したよ。うん。けど3年のブランクもあって、試合でこんなにうまくいくとは正直思ってなかったよ。さすがだぜ、二人とも。ウルグアイのやつら面食らってやがったぜ。もう南葛ゴールデンコンビじゃなくて、全日本、いやワールドゴールデンコンビだな。ずいぶん安直なネーミングだな。うるせえ、タケシ。俺たちも負けてられん。二人で得点するぞ。はい、ヒューガさん。翼と美咲のコンビプレーが通用したことでチーム全体の雰囲気が良くなったな。やはり見過ぎの見立て通り、この作戦は成功したか。松山がディフェンダーに下がったことでディフェンスラインもよく機能している。あとは彼がどこまでできるかが鍵か。くしょ、どうにもチームのリズムが出ねえ。それもこれも中盤を支配されちまって、俺が思うように動けねえからだ。それにあの10番のプレイスタイル、あれは南米のリズムとテクニックだ。一体どうなってる。そしてその10番と11番のコンビプレー、特にパスワークのスピードは悔しいが俺たちより上だ。まさか前の2試合では隠してやがったのか。だとしたら俺たちで調整のつもりか。くそ、舐めやがって。プレマッチとはいえこんなとこで負けてるようじゃ上は目指せねえ。お前たち気合い入れて後半巻き返すぞ。おう。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。ここはパスを出した。はっ、ラミレス君、ボールを奪うことができません。はっ、ドリブルで突破。カズオ君、渾身のシュート。ベガ君、このシュートに反応している。このパスは通らない。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。力を貯めて強烈なシュート。よく飛んだ。ボールはまだ生きている。ここは抜かせません。マサオさん、パスを出します。ジャンプ
ック一番かわした。全日本この猛攻を得点につなげたい。クイーンシュートだ。このシュートに反応している。キーパーやったな、カズオ。長距離砲やったぜ、兄ちゃん。よっしゃ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ペレス君、ここはパスを出した。もらったよ。奪い返した。翼君、おはこのヒールリフトだ。得意のヒールリフトで抜いた。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ツインシュートだ。翼君、これはゴールデンコンビが見せる大技。ツインシュートだ。これはネットに突き刺さる。やった、翼君。一発の一撃でゴールをゲット。やったね、美咲君。はあ、そら行け。翼君、ここは抜かせません。あとはドリブルを見送る。ゆうがくん、もうこの位置タイガー。このボールに飛びつく。ベガ君、ゴールを割らせません。ダニエル君、ここはパスを出した。頭ごとぶつかっていった。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。アラバスのようなドリブル。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。ジンロー、まさに走るダンサーだ。翼くん、ここはパスを出した。マシアスくん、ボールを狙いに行きたい。よく飛び出す鋭く反応。うわ、止められない。やったな、カズオ。一発の一撃でゴールをゲット。やったぜ、兄ちゃん。翼くん、激しいタックル。ヒューガ君、パスを出します。あーっと、こうだ。ドリブルは見送る。ここはパスを出した。はぁ、よし。ミサキ君、素早く横にかわす。連続突破で見せます。アーチが決まった。それ、横にかわして突破。まっすぐ、これはごぼう抜きだ。ここからシュートに持っていく。ボールと真っ向勝負。そのまま押し込んだ。決まった。さあ、翼君、激しいタックル。ロドリゲス君、ここはパスを出した。ここは抜かせません。フェイントだ。勝つためだ。フェイント。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。ここでタイガーショット。タイガーショット。このシュートを正面から受け止める。と、止めた。あと、ドリブルを見送る。ここだ。翼くん、お箱のヒールリフトだ。このタックルは不発に終わります。シュート。パントキック、どこまで運べるか。マサオ君、ここで奪った。ビクトリーノ君、センターラインを越えて攻め込む。いけ。ビクトリーノ君、パスを回す。ラミレス君、ここはパスを出した。ここから一気に攻め込みたいところ。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。ビクトリーノ君、ここで奪った。渾身のシュートが牙を抜いた。ボールの勢いを止める。この俺が止めてみせる。ふっ、それ、素早くつなぎます。全日本、勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。Thank you.
やったぜ、ついに初勝利だ。みんなやったぞ。俺たちのサッカーは世界に通用するんだ。努力は報われるってことだ。まだまだ大会本戦でも頑張るぜ。おう、これで本格的にアメリカに殴り込みたい。たった一勝でみんないい気になってやがるな。なんでそうだ。そんなこと言ってお前もにやけてるじゃねえか。うるせえ、元からこの顔なんだよ。美咲くん、フランスで相当腕を上げたんだね。練習の時より試合の動きの方がずっとすごかったよ。翼くんも試合だと一段とスピードが出てたね。だから僕も必死だったよ。俺があれだけ伸び伸びプレーできたのは美咲くんだからさ。ありがとう。でも最初は不安だったんだ。僕が足を引っ張ってチームがダメになるんじゃないかって。けど今はこんないいチームの一員になれたことが嬉しいよ。みんなよくやったぞ。前の試合のチームとはまるで別物だ。松山を中心とした守備陣に翼を中心とした中盤、そして日向を中心とした前線、芯が通ったラインに美咲というサポーターを得たことで全体のバランスがさらに良くなった。それに彼が期待通りの活躍を見せてくれた。やはり彼はこのチームに欠けている最後の1ピースになるかもしれんな。ちくしょう、俺としたことがこんなチームに。ビクトリーノ、今日はありがとう。ウルグアイの特に君のスピードにはさすが世界だと驚かされたよ。あくまで今日はプレマッチだ。大会本番じゃこうはいかねえぜ。ああ、お互い頑張ろう。おい、ちょっと待ちな。なんだい？お前のその南米のプレイスタイル、どこで身につけた？うん、俺にサッカーを教えてくれた人がブラジルの人なんだ。そうか、そういうことか。今日は俺の憧れの南米の国と戦えて嬉しかったよ。じゃあまたね。この悔しさ、大会本番で必ず返してやるぜ。この前は試合途中ではっきりとは分からなかったが、今日一試合を通してみてよく分かった。これが日本の翼大空の力か。どうだシナイダー、お前が見た日本は。今はまだ俺たちの敵じゃない。だが翼、彼にはチームを変えてしまう力があるようだ。それを見抜いたか、さすがだな。この試合見に来てよかった。日本は俺の野望の前に立ちはだかってくる相手かもしれない。ああ、必ず立ちはだかってみせるさ。みんな、紹介したい選手がいる。入ってきたまえ。お前は？若林くん。よう、みんな久しぶりだな。久しぶりどころじゃねえだろ、3年ぶりだぞ。ものすごい久しぶりだぜ。キャプテン、体が大きくなりましたね。もう終結症じゃないんだ。キャプテンはよせよ。ようやく契約問題に決着がついてね。今日からチームに合流することになった。そういうわけだ。よろしく頼むぜみんな。よし、若林が来てくれりゃもう俺たち怖いものはないぜ。ずいぶん浮かれてるじゃないか石崎。何？今までのプレマッチの動画、それと今日の試合、
しっかり見させてもらった。はっきり言って、お前たちのプレーはまだまだ世界レベルじゃない。何？若林君。パスもシュートも精度は低いし、ディフェンスはチェックが甘い。それに連携プレーも意思統一ができていない。今日の試合はうまくいったつもりだろうが、初戦はプレマッチだ。本番であの程度のプレーが通用すると思うな。おい、お前は海外のプロクラブでやってるらしいが、だからって調子に乗るんじゃねえぞ。それ以上の侮辱はわしも黙ってはいられないたい。僕は若林くんが正しいと思うよ。美咲！僕もフランスでそれなりにサッカーを見てきた。世界の選手たちは本番になったらもう一段二段レベルが上がるよ。本場のサッカーを見続けていた二人が言うんだ。きっとそうなんだと俺も思う。ヒューガ君、どこへ？練習に決まってるだろ。今世界のレベルにないなら、そのレベルまで上がるしかねえんだからな。ヒューガの言う通りだぜ。大会本番までまだ時間はあるんだ。みんなやれるだけのことはやっていこうぜ。おい、世界なんかに負けられるかよ。ああ、どんな練習だってやってやるぜ。立花、ちょっと俺たちも練習してみるたい。ああ、例のあれか。いいな。たけし。あ、沢田さん。この前は悪かったな。え？負けたショックが大きくてよ、ついあんなこと言っちまった。けど俺も心を入れ替えるぜ、代表のためにな。ほんと生意気なやつだなお前。まあ1,2 年生の時を思い出せば俺も人のことは言えねえか。まあそういうことだ。じゃあな。俺はこれからみんなと練習するけど、お前はどうする？そうか、じゃあ俺と一緒に行こうぜ。もっとへこむかと思ってたんだが、早速練習に出ていくとは。みんな随分とたくましいな。これなら嫌味の言いがいもあるってもんだ。若林君、じゃあわざとあんなことを？ああ、チームが強くなるためだ。憎まれ役くらい喜んでやるさ。だけど間違ったことは言ってない。いくらみんなが実力をつけてきたとはいえ、世界の壁は想像以上だぞ翼。うん、そしてこのチームをまとめるのはやっぱりお前だ。頼んだぞ翼。うん、俺はやるよ。世界一へ俺たちは挑戦するんだ。ああ、やってやろうぜ翼。ところで若林くん。うん？久しぶりに勝負がしたいんだ、受けてくれるかい？変わってないな翼も。もちろん俺も望むところさ。ゴールは許さないぜ翼。負けないよ若林くん。宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。
フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。ああその通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての完璧な優勝だ。もしもし父さん。カール、どうした。うん、明日から大会が始まるから、その前にちょっと。そうか、いよいよ開幕なんだな。カールならきっと優勝できる。頑張れよ。ありがとう。それより父さん、家のことで話があるんだ。父さんと母さんが別々に暮らし始めてもう結構経つよね。父さん、もう一度、もう一度俺と妹のマリーのためにも母さんと話し合ってみてくれないか。俺たちはやっぱり一緒に。そういえばカールはハンブルクからバイエルンのチームに移籍したんだったな。父さん。バイエルンの監督フェルスターは父さんのかつてのライバルだ。彼の下でしっかりサッカーを学んでほしい。カールはもう一人前の男だ。大丈夫さ。大会頑張れよ。父さん、俺はこの大会必ず優勝する。そして世界に証明するんだ、父さんのサッカーが正しいってことを。シュナイダーさん。よう。はあ。うん。それ。やるな。代表の選手として頑張ろうぜ。どうした？君は日本の。なるほど。どうした？あ、
何？なあ。どいてもらう。そうだな。おい。はい。何？あ、へえ。え？へへ。うんうん、頑張れよ。ちょっといいかな。うん。お前は日本の？へえ。よし。頼む。お前誰だ？よし。あ、よし。そうじゃない。お、よし。よし。いや。お。お。頑張れよ。いや。うん。あ、はい。そうだね、頑張ってくれ。はい。あ、はい。よし。よ。ハハハ。けけけ。